即県は中華人民共和国チベット自治区、ナクチュ市の県の一つ、土工場流の作曲画の流域にあたる。高地面積 4L 万世、森林面積35.9万世、草原面積52万世。即は、チベット語でモンゴルを意味する。日本語の地図では、祖師園と看護ピンイン転者による地名が使用されることが多い。県政府所在地は、アヘシャゲチン。 現代にはこの一帯を、作閣、秋代には、佐章と呼んだ。民末新書には、モンゴルの保障都部の愚子藩の支配下となった。1732年には、チベット政府の管轄であったが、1751年には、中倉大臣の直接管轄へ返した。1960年に、即権人民政府が成立。ギレ、堤を憲夫とする。日印。 八教を管轄。昨県は、チベット北部の高原と東部の鉱山峡国の結合部、南、京津々御太古本に位置している。地形は平地がある地で、地勢は西高東低の傾いた地形となっている。平均海抜は3572メートル。西部はわずかなながらも、比較的広大な鉱山草原で、残りは高山峡国である。 最高海抜は六千三百二十八メートル、渓谷が多い。高原温帯半湿潤モンスーン気候。空気は気迫、雨は比較的多く、一日の気温差は大きく、冬と春は風が強い。年平均日照時間は二千四百七十七点二時間、年降水量五百七十二点九ミリメートル、多い災害は大風、暴雨、自然火災、ひ 洪水など、鉱山資源には鉛、石炭、硫黄、石材など。野生動植物資源は主にぬかよ、鹿、氷、月のワグマ、猿、バーラル、欧葉、カワウソそして多数の鳥類と、昆虫、バイモ、チモ、オーレン、ボーレンゲ、オギカオル、トウサンなど、牧畜と農業で成り立っている。農作物は主に、裸麦、春小麦、エンドウ、アブラナ、 元根、ね、ジャガイモ、占い、レンゲジロなど。牧畜は主に林コットイ、牛、小牛、馬、綿苗、ヤギ等を買う。工業は民族種工業が主で、主に毛布、下敷き及び民族衣装、民族種工芸品の陶器がある。材木加工所が一つあり、牛皮の蔵桶、桶、簡単な家具を生産する。1959年にできた黒コーロは、 県西北部を通る。近年は、県内の里の間に簡易道路を建設。交通事情を改善し住民の生活改善を図った。伝統的に、側県の住民は、本教と人馬派が多かったが、新書にゲルク派が政権を握るに従い、ゲルク派が主要な教派となった。現在はゲルク派の蔵頭寺が有名。他に、大小190以上の寺が存在する。 ありがとうございます。